えこんにちは。緑の党グリーンズジャパンの尾形恵子です、えーえー。2024年5月6日にクールアースアクションの一環で、えー、勉強会 in 名古屋をやりましたけれども、あのーえー、録画に失敗しましたので、えー、再度録画を収録をいたしております。えー、私があお話ししますのは、えー、原発ゼロ、化石燃料ゼロ、再エネ3倍への道。 とということです、えー、昨年の夏は、えー、観測史上を最も暑い夏になりました。えー、国連のグテーレス事務総長が地球沸騰化の時代が来たと言いました、えー。産業革命前に比べるとすでに平均気温は、えー、1.45度上昇したと言われています、えー。地球はティッピングポイントを超ええー、気候変動が一気に進む。 恐れがあります南極の氷床や北半球の氷河が溶けると海面が上昇するだけでなくむき出しになった地面がさらに太陽熱を吸収します海水温度が上がるとサンゴが死滅して海水が二酸化炭素を吸収しにくくなりますます温暖化が進みます2020年生まれの子どもの生涯 それは私たち大人世代の経験よりももっと熱くなるでしょうえ。若者たちがこの事実を知ると気候不安症になります。結婚しない子供を産まない人生を選ぶ若者が増えています。え無策な大人たちに特に政府に怒りを覚えますスウェーデン緑のあ。スウェーデンのグレタ・ティンベルが始めた毎週金曜日の 気候ストライキが瞬く間に世界に広がり、フライデースフォー・フューチャーの運動になりました。2020年生まれが大人になる頃2度、2度高い地球になるのか、4度高い地球にしてしまうのかは、現在の私たち大人の方にかかっています。地球はおよそ10万年の周期で氷期、か氷期を繰り返してきました。 地球の公転軌道と自転軸の周期的な変動によるものです。また、太陽活動や火山噴火が原因と考えられる数百年のスケールの変動があったことも知られています。加えて、数年スケールの気候変動も分かっています。 しかし近年の気温上昇はこれでは説明がつかない急激なものです人類の営みが気温を上げることはすで、えー、に分かっていました1896年スウェーデンの科学者アレニウスはすでに温室効果を計算しましたし1967年地球物理学者真ク淑郎は気候モデルを作って 二酸化炭素濃度が2倍になると地表気温が2.36度上昇するということを計算しました。1988年、NASA のディレクターのハンセンが米国議会の委員会で地球温暖化は人為的原因によると証言しました。そして2021年、IPCC は第6次報告で人間が 地球を温暖化させることは、疑う余地がないと報告しました。このグラフは地球気候モデルによるものです。人員期限の要因を考慮した推定値、この茶色の点々ですけれども、これは、観測値、実践ですね。実践によく一致しますこの。これが気候モデルの正しさを証明していると言えます。さて、 2015年パリ、パリ合意がありました。これは歴史的な意義があります。世界中の国が温室放火ガスの削減目標を5年ごとに提出すると、それを義務付けたわけです。当初は2度を十分下回るという目標だったんですけれども、2018年 IPCC 特別報告で2度では、 大きく強い気候災害が起こるだろうという報告があり、世界は1.5度を目標にすることになりました。そのために日本も含めて多くの国が2050年までに二酸化炭素実質ゼロにするという目標を作りました。しかし実際、あとどれだけ二酸化炭素を排出できるのか、それを炭素予算と言います。 CO2 濃度と気温の関係は分かっています、先ほど言いましたように。えー、ですから、5分5分の確率で1.5度に抑えるとすれば、世界累積で500ギガトン CO2 換算ですね、えー、残っているということが分かっていますが、3分の2の確率にするには400ギガトンしか残っていません。また、途上国に炭素予算を残すために、 先進国は大幅な排出削減が必要です。それを考えみると、日本は2030年までに2013年比70%以上削減する必要があると緑の党は考えます。ところが日本政府の目標は46%ということで甘いんです。それではどうしたら温室効果ガスを減らせるかですけれども、これは。 これは IPCC が示した、えー、削減策であります、えー。棒グラフの長さが貢献度で、青い色はコストが安くできるということです。えー、太陽光や風力の利用が、えー、低コストで大きく貢献することができるということがわかります、えー。またですね、えー、ペロブスカイト太陽電池とかですね、新しい技術も期待されています。 太陽光、風力に次いで林業、農業もですね、大きく貢献が期待されます。逆に原発やそれから炭素回収という CCS という技術ですね、は貢献が小さいということが分かります。さて、昨年の COP28 で世界が合意したことはですね、エネルギーの 改善効率を2倍にして再生可能エネルギーを3倍にしようということなんですが大変厳しい目標に思われますしかしすでにこれが実現できるという道を示してくれた人たちがいます2050年までにカーボンニュートラルそしてそれを実現するために2030年までのロードマップというのを提言し,てした人たちこの人たちなんですけれども 気候対策をですね、マクロ経済に反映した日本版,ニューディー日本版グリーンニューディールですね、えー、を作った人たちです。レポート2030というふうに言われています。え緑の塔もこれを、レポート2030を採用して、えー、グリーンリカバリープラスという冊子を作りました。えー、ホームページで無料でダウンロードできます。 レポート2030によると、各分野のエネルギー効率アップなどによって、2030年まで、あれおよび2050年まで、えー、エネルギー消費を大幅に削減できるということが分か,分かりました、えー。電源構成で、電力で言いますと、これですね、えー、ちょっと待ちください。2030年までにまず原発と石炭火力をゼロにします。 紫が原発、焦げ茶色は石炭火力。これをゼロにします。えー、そして再エネですね。再エネを2030年までに3倍にしたいわけですが、えー、このグラフではそうなっていないですね。えー、緑の塔のチラシにを見ていただくといいんですが、これ横の棒を縦にしたのと同じ見方で見ていただくとわかるんですけれども、緑の塔は再、えー 省エネもするんですが、省エネもまずやって、そして再エネを現在の3倍にするということを提案します。さて、また戻りましてですね、2050年には従来の電力需要を半分にする、この黄,黄緑色の部分ですね、このくらいに電力需要を減らしたい。しかしか EV やそれから産業高温熱などですね、新しい電力需要が加わるので、結局この長さのですね、電力需要がある。これをすべて再生可能エネルギーで賄わなければならないというわけです。本当にできるのかどうなのか分野別に見てみましょう。まず産業分野。 今の技術で大手や中小工場が大幅に省エネができるというふうに考えられます。ただし、鉄鋼など素材産業は再エネ水素など新しい技術が必要になるでしょう。次は運輸です。ガソリン車から電気自動車、EV に転換することで、劇的なあの。 エネルギー削減ができますそれに加えて船舶や航空の省エネも入れてですね2019年から2050年を比較すると4分の1にできると考えます次は業務分野そして家庭分野です家電や設備機器を省エネ型に更新建物を高断熱化する また、再エネ電力、再エネ熱を利用するということで減らしていきます。しかしですね、まああの、日酸化炭素排出のほぼ半分は産業分野なので、この分野の排出削減が鍵になります。にもかかわらず、全体の排出削減の目標の中で、産業分野は低い えー、あの低い削減率ですねこれはまあ愛知県なんですけれども愛知県も半分が産業分野からのあさ排出なんですが えー、総排出量でいうと46%減らそうと2030年までに、えー、これは国の目標と同じなんだけど、えー、産業分野では34.6%という、ね、負けてもらってて一方で家庭分野では77.6%という,う、えー、減らさなきゃいけないんですね、えー、これだとこの数年でほぼ全ての住宅を えー、ゼロエネルギーハウスに回収しなきゃいけないというスピードで,、えー、でやらなきゃいけないですね。ということで見てきましたが、特に4つの目玉政策があります。えー、1つ目は電気自動車化、2つ目は建物の高断熱化、3つ目は農業がを有機農業に、4つ目はケア,ケアする人をケアするということです。1つ目まず EV 化なんですけれども、この えー、この図はですねあ失礼、えー、黒い点々がガソリン車、あピンクの点々が、えー、っとハイブリッド、黄色い点々が電気自動車、そして、えー、水色が FCV というのが燃,燃料電池車ですね。でえー、横軸があのコスト、まあえー、車両を作って、えー、それから走ってで、メンテナンス、そして廃止するとところまでのコストを、まあ、取っていて。 で縦えー、それによると、ですねガソリン車も、えー、ハイブリッド車も、えー、EV も、まあ、まあまあ散らばってはおりますね、えー、燃料電池車が高いんですけれどもで、問題は縦軸で、縦軸は、えー、温室効果ガスの排出量なんですね、えーそれに、これを見ると圧倒的に黄色い点々の電気自動車が、えー、排出量が少ないということが分かります。 ちなみにトヨタは、えー、ハイブリッドの技術を利用できる燃料電池車電池車 FCV ですね。この水色のこれを売ろうということで、これからは水素の社会だということを懸伝しています。そのためにですね、ハイブリッドは今売りまくってますが、電気自動車に転換するよりもその えー、燃料電池車の方に力を入れているということで、これは私たちは間違っていると思います。えー、次に建物の高断熱化の問題です。えー、高断熱にして、えー、あの熱がです、ね、主に逃げるのは窓、そして屋根や壁や床を断熱材をつけて、えー、冬暖か,か、夏涼しい家にするということが非常に重要だというふうに思います。 えー、建物の断熱規制に関する法律は何度も潰されてきたんですけれども、ついに2022年にです、ね、建築物省エネ法が改正されて、断熱等級4以上が来年2025年から義務化されます、そして等級5が2030年より義務化されます。 したがって、えー、今の新築すでに東急5をクリアする建物が主流になっていて、えー、窓ガラスはまあ言われなくても2重だし、断熱材もたくさん入れていると、えー。新しい家から実家へ帰るとすご,すごく寒いよとよく聞きますよね。えー、無断熱の家だと、茶の間はあのー、石油ストーブとかこたつで暖かくしてても、えー、トイレやお風呂に行くと急に寒くなって、 あのお年寄りがヒートショックでなくなるというケースもあります。これからは断熱だけではなくて屋根に太陽光パネルとそれから電気自動車充電の設備を取り付けて光熱費をゼロにする東急6、7の家を当たり前にしたいですよね。快適で健康的であるばかりでなく家庭分野のエネルギー消費を劇的に減らすことができます。高断熱の家は贅沢ではありません。 行政は、えー、学校の教室や体育館の断熱回収を、えー、ぜひ進めていただきたいです。えーそうですねえー、二重ガラスや断熱材を設置して高断熱を行い、もう無断熱の教室を放置するということは、えー、子どもたちのために許されないと思います。えー、次は農業ですね。有機農業。 そもそも植物の栽培は、炭素を低コストで固定化します。え空気中から、二酸化炭素を減らす。とということです。有機農業であれば、一層気候対策になります。さらに、地域経済を活性化します。理由は、まず一つ。農業の農薬を使わないことによって、土壌の微生物が活性化する。2番目は、 過剰な窒素肥料を使わないことで、ア酸化窒素を減らすことができます。この、えー、緑色の部分ですね、ア酸化窒素 N2O は、えー、二酸化炭素の300倍の温室効果があるんです。えー、だから、はい、減らしたいですね。そして3つ目は、化学肥料や農薬の購入コストを減らせるので、農家の経営が健全になるということです。 最近若者の間でビーガンが増えていますけれども、お肉を食べないということですね。家畜を育てるために人間が取る何倍ものカロリーの餌を食べさせて、その栽培のために大量の水を使う。一方で牛のゲップ、メタンなんですけれども、メタンガスが出ます。これはですね、メタンガスは二酸化炭素の。 えっと、25倍の温室効果があります。ですから、えー、肉を食べないということは、えー、気候対策にもなりますし、人の健康のためにも良いということが言えます。えー、次は、ケアする人をケアする、つまり人の世話をする人を、えー、のつまり、えー、医療、介護、福祉、保育、教育の分野で働く人たちの賃金を上げて待遇を改善するということ。 災害が増える時代に非常に重要になります。明光大などの試算によると、2040年です、ね、熱中症が倍増するという研究があります。次ですが、このようにして脱炭素をやるんですけれども、グリーンウォッシュがあります。グリーンウォッシュとは気候対策をやっているふり。 環境に良いように見せかけるということです。一番最悪のグリーンウォッシュは原発に回帰する。次は石炭にアンモニア、石炭火力にアンモニアを混焼する。3つ目は水素社会です。まず原発回帰。最悪のグリーンウォッシュです。確かに発電時に二酸化炭素を出さないですが、もっと有毒な放射性物質を出します。 地震列島の日本に適地はありませんし、放射性廃棄物を何万年も処理する保管することはできません。原発はすでにコスト高であるということがわかっています。2つ目のグリーンウォッシュは石炭火力にアンモニアを混焼するということ。です、ね。アンモニアはです、ね、生産する時に二酸化炭素を出します。 ですからあ、そしてそれを今のアンモニアはですね、海外で作られたものですから、海外からエネルギーをかけて船に乗って、重油を炊いて輸入して、そして石炭火力に入れて、ほんの少し二酸化炭素を減らすというだけで、削減効果はほとんどないということで、これは重大なグリーンウォッシュです。3つ目は水素社会と、よく聞きます。 水素は無色透明ですけれども、どのように生産するかによって名前に色がつきます。まず、グレースイソ天然ガスなど化石燃料から取り出す水素。化石燃料は必ず炭素が含まれますので、水素を取り出すと二酸化炭素が出ます。だから、排出削減にはなりません。二酸化炭素の排出削減にはなりません。次、グリーン水素。これ れは再生可能エネルギーの電力を使って水を電気分解して作るので二酸化炭素は出しません。しかし価格が高いので脱炭素が難しい分野に限って行うべきです。例えば高熱が必要なあ製鉄とかですね、えー、航空機や大型船舶の燃料など。またブルー水素というのもあります。水素を製造するときに二酸化炭素が出ますがそれを回収して 地下や海中に保管するといいう面倒くさいこ,とをやるこれを行った場合の水素とこれは実用化に至ったところはありませんし2030年の目標にはおよそ間に合いませんさて、えー、グリーンウォッシュを避けて脱炭素をやっていくということですけれども愛知県に抵抗勢力があるのではないかと。 それを避けてです、抵抗勢力に負けないでゼロカーボンに公正な移行をしていきたいということを私たちは訴えます。公正な移行、つまり化石燃料をたくさん使う産業から脱炭素産業に移行することです、ね。2番目はトヨ,タトヨタ自動車の問題、日本一の車用産業になる恐れがあります。3つ目は 大量の失業者が生まれる恐れがあります。ですから、スムーズに脱炭素産業に移行する、労働者が移行するにはどうしたらいいのかという問題です。1番目、まず公正な移行ですが、二酸化炭素の排出の5大産業が日本中の56%を排出しています。その産業はまず火力発電。 鉄鋼、化学素材、セメント製造、製紙という産業です。特に石炭火力は日本全体の17%の CO2 を排出します。なお愛知県には碧南石炭火力があって、これは日本一 CO2 を排出する施設であり、さらに最近、竹豊石炭火力が稼働を始めました。 脱炭素産業に公正に移行しなければいけません。そのために必要なのは失業対策、まあ、一般的なんです、ね、社会保障や職業訓練、職業紹介訓練、金銭保障、そして重要なのはやはり新たな雇用の創出、3つ目は低所得者のための制度、特にです、ね、エネルギー貧困。 エネルギーのコストが高くなるのでエネルギー貧困対策が必要だと考えます次にトヨタ自動車の問題です、えー、EU やアメリカでは近々ハイブリッド車も含むガソリン車の販売が禁止になりますので、えー、トヨタ自動車は稼ぎ頭を失うことになります、えー、一方で日本政府も愛知県も水素社会を懸伝していますこれは トヨタ自動車の得意な技術ですね、えー、ハイブリッドあるいは燃料電池の技術がですね、えー、得意なので、えー、燃料電池車の普及を助けています。えー、例えばあ、愛知県の補助金はですね FCV には、えー、100万円、えー、電気自動車、EV には40万円と、こんなに差があるんですね。だから電気自動車の普及を妨げているという問題があります。 ただ、トヨタはです、ね、アメリカで、えー、世界最大級の水素発電所を建てを建て,ていると。これはあの廃棄物系のバイオマスからに、えー、水,水素を取り出して、えー、それで発電するというものらしいんですね。えーまあ、それはあの、えー、廃棄物を燃やしてしまうよりは水素を取り出すというのはいいかもしれないですよね。 あの廃棄物でいうとペットボトルの方が、えー、水素を取り出す場合ですね二酸化炭素の出方が少ないと天然ガスに比べて8割少ないっていう話もあるのでそういった研究はどんどんやってもらいたいと思います、えー、トヨタ自動車はですね、えー、まあ,あのやっぱり EV に転換していくと思いますが、えー そうなると従業員だ,だけでなく下請け、孫請けを含む多くの関連の労働者が失業する恐れがあります。例えば、えー、ガソリン車に比べて部品 EV は部品数が非常に少なくなります。えー、例えば、トヨタが導入しようとしている車体の一体成形ギガキャストというものは86個の板金部品を1個で作りるようになるんですよね。 したがって大量失業が出るかもしれない、えー、そのためにですね、えー、雇用創出を行政があ主導してやっていかなきゃいけないと思います、えー。電気自動車関連、太陽光、風力などの再生可能エネルギー関連、建物の高断熱化の仕事、おこういっただけではなく、 医療、介護、福祉、保育、教育のといったケア、労働は人手不足です。また、運用運輸業、公共交通など、エッセンシャルワークも失業者、あの、人手不足です、えー。そういった仕事に従事してもらいたい。そして何といっても農業や林業もですね、深刻な人手不足です。こういったところにスムーズに労働力が移行するように。 してほしいなと思います。ということで、脱炭素への道は分かりました。問題は、あとどれだけ早く、どれだけ早く大胆に進めるか、それは私たちの世代の方にかかっています。ご清聴ありがとうございました。